ただいまより第2部を開演いたします。素晴らしい演奏技術と熱い表現力を兼ね備えた3組のアーティスト、石倉陽子さん、大滝俊さん、南水227の皆さんによる演奏を心ゆくまでお楽しみください。
Thank you.
晴らしいバイオリンとね、ピアノのソロの後、南ウィズ227、これは何だろうとね、思いますけど、227というのが、この、ピアニスト、広田珠美、そしてパーカッション、山下由紀子の2人のユニット名なんですね。そして、南が私です。オーボエ、南。その3人で演奏したいと思います。そして、ピアニストの広田珠美さんは、作曲家でもありまして、結構ね、テレビのコマーシャルの曲とかね、エンディングテーマとかを作曲したりしているんです。プログラムには載っていませんけれども、その最初にですね、広田珠美作曲のドールズダンスという曲をお送りしたいと思います。今ね、そこで山下由紀子持ってますけど、ボーンズという打楽器です。これはもともとボーンズというくらいですからね、骨です。動物の暴れ骨とかでやってたような楽器なんですけど、これをね、カスタネットのようにして鳴らしてやる。それをフューチャーした曲です。ドールズダンス。そして、2曲目は、チャーリー・パーカーの、Now It's That Time です。続けてお聴きください。
第2部で登場したね人たち全員で情熱大陸をやると思います。バイオリン石倉さん、そしてピアノ大滝さん、お願いします。
素敵なホールで、ステージもこういうお客様をみんな
世代が広くて老若男女という感じで、で、すごいアットホームですごく楽しくって、まあ、素敵な1年になりそうな予感が漂いました。ありがとうございました。では最後に候補者の藤田由紀子さん。はい。私も、今日がコンサート初めて、今年になってから初めてのコンサートで、まあ、もう3級に入っちゃうのであと2回ぐらいしか演奏できないんですけど、こんな素敵なところでね、なんか妊娠してる時に演奏できるなんて幸せだなって、こんなにね満員の、ね、お客様だとは思わなかったので、ちょっとテンションが上がって、いつもより多めに叩いてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、このゲストの皆さんがフィナーレでまたお会いいたします。はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。それでは、後半のプログラム少しお話しさせてください。忘れない明日に向かって新宿 3.11 合唱団の歌でございます。東日本大震災から6年過ぎました。しかしながら復興を遂げているとは決して言えない状況がほぼ事実です。東北だけでなく広島の土砂災害、あるいは熊本の地震、またそれは日本に限らず世界各地でも起きています。一時は私たちは災害に目を向け、被災された方々へこう心を寄せて支援に思いを強く持つのですけれども、やはり時とともに遠い記憶になっていくことは事実です。朝を芸術のマッチコンサート推進会は、この全部のコンサートに忘れない明日に向かって Since 3.11 という副題をつけて、皆様と共に被災された方々の悲しみや苦しみを忘れずにいたい、心を共にしたいという思いで行っております。朝を芸術の街少年少女合唱団、あるいは忘れない明日に向かって新宿 3.11 合唱団は、そんな思いを込めて参加者を公募いたしました。これから歌われる忘れない明日に向かって新宿 3.11 合唱団は、この趣旨に賛同してくださった60名の市民の皆様です。指揮は辻畑美希彦、パーカッションは田中正義、ピアノは尾形由美、曲目は合唱組曲土の歌より、農夫と土、そして大地三章。
ありがとうございました。これより、最初に練習しました、ふるさとと、花は咲くオーケストラと、それから、児童合唱と一緒に皆さんに一緒に歌いたいと思います。皆さんどうぞプログラムの一番後ろをご覧ください。よろしいでしょうか。今年はなんか変な曲が流行って、アイハーバーマイクとかそういうのが紅白でありました。アイハーバープログラムみたいな感じでよろしくお願いします。さあ準備はよろしいでしょうか。夢は今も
空。
もうここで皆さん集まった少年少女、それに大人の皆さんもお気持ちを持って参加してくださった、特にプロの皆さん、特別なお気持ちを持って、本当にわずかなお礼しかできませんが、参加していただいて、とても良いコンサートにしてくださっている。で、そんなことがございまして、私どももう数年前からお楽しみいただいた皆様にも少しご奉仕をいただけたらなというふうに思っておりまして、出口のところにちょっと小さな箱を持って委員が立ちますので、ちょっといただけたらな、嬉しいなというふうに思います。最後に何か年寄りが出てきて、こんなお願いを申して恐縮なんですが、ご説明よろしくお願いいたします。それでは委員の皆さん、ちょっと皆さんにご参集いただいてありがとうございますというお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。応援していただいた皆さんに盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。